まあ、それだけやはり3人に3割以上のやはり成績があるわけですからね、はい、ですからまあこの3人の前には必ずといっていいほどやっぱりこうスコアリングポジションですね、はい、まあ、ここには送っていきたいですね。そうですね。ですからまあここ盗塁がなくともやっぱり内川が次の4番につなぐとか、はい、まあ、そういう打撃ができるといいですね。そうすればチャンスを広げて1、3塁という形も OK なわけですから、今シーズンの中村の盗塁が2つ目。さあランナー走っていって、これはタッチアウト、天を仰いだ中村。まあ、この辺りはね、阪神のバッテリーもまあスチールというものはやはり警戒しているわけですから。そうですね。それでクイックも早かったですよね。ちょっとやっぱりこう気にしているだけであって、ちょっとやっぱクイックのスタートもね、あのやっぱ遅れた部分もありますね。これで2アウトランナーなくなりました。先頭バッター、この中村がヒットを打って出塁したんですが、その後本田が打ち上げてワンアウト、中村走ってタッチアウト、ツーアウト、ランナーなくなって3番の内川、ライナー、当たりは良かったんですが鳥谷正面でした。ご覧のように1回の攻防、今の投球ですね、いかがでした？そうですね、はい、抜けて欲しかったような当たりですけどね、はい、